はーい、動画をご覧の皆さん、こんにちは、太田ファです。さっきね、デラックスジーニアスフルボトル、これをレビューしたんだけども、必殺技に3種類音声があって、なんかね、僕どうやらやり方を間違えてるみたい。ごめんね。ごめんなさい。ちょっと言い訳し、これがめっちゃ反射するからさ、ずっとこっちを見てたから、ちょっと音声の間違いがね、僕、わかんなかった。ごめんね。なので、この動画で音声の補足をします。オタホの秘密基地。まあ、プレイバリューがね、一通りできると思うんで、ちょっとクイックレビュー的な感じにして、必殺技もちゃんとお見せします。それでは行こう。単体の時は、ここのボタンを押します。最悪だ。これ以外にも最高だっていうのがあります。これが単体の遊び方。ボトルも回ります。あ、キャップね。さあ、それでは変身。これが変身音。ベルトは、レバーは最大で6回まで。イエーイ！これの掛け声がいいよね。さあ次、必殺技。3種類。これ間違いないように行こう。いきます。そして最後。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけでね、今回の動画はデラックスジーニアスフルボトルの必殺技の説明補足と、まあ、全体のね、クイックレビューをお届けしました。みんなね、いつも僕の動画を見てくれてありがとう。コメントとかもね、すごく嬉しいです。さあ、それでは次の動画、今、これを撮ってるから。ジーニアスフォームの、ボトルチェンジライダーシリーズ。これのレビュー楽しみにしててね。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。またねー。描いていく未来のストーリー、キャンバスの上筆を走らせ、 Make a look、 君がいればきっと描けるよ、眠そう